ルンバ茶に清掃を終了し、ホームに戻るよう指示します。ありがとうございます。皆さん、こんにちは、マリマリピョンです。イェイイェイ！元気だった？こんにちは、元気だった？リンゴスでーす。キーす。ということで、サムネイルにもある通り、タイトルにもある通り、コストコに行ってきました。イェーイ！初めて行った。マジいいね。晴れて会員になりました。黒いカード持ちました。マジ憧れだったわけよ。コストコでさ、みんな行ってていいなと思って、友達とか行ってさ、たまにタオル買ってきてもらったことが1回だけあったんだけど、あ、嬉しいなと思って、それでさ紹介したじゃん、昔 YouTube に。友達に買ってきてもらったよって。でも私も晴れて自分で登録して、で友達にまた車出してもらって買ってきました。いや、いい買い物しました。ということで紹介していきたいと思います。みんなもなんかおすすめあったら教えてください。ではまず1つ目、はい、すいません、申し訳ございません。美味しくて食べてしまいました。マグロと3種のサーモン寿司、2198円でした。いただきました。ありがとうございます。本当にね、美味しかったです。イカ巻きとサーモン巻きとネギトロ巻きが入ってたんですよ、この中にね。あとマグロのさ、お刺身のったあの普通のお寿司とサーモンの筋が入ってて、めっちゃ美味しかった。これもう帰り待ちきれなくて食べちゃったっていう、すいません、しょっぱなこちらの紹介をさせていただきました。続きましてこちらです。私といえば5517円でした。これ 100g518円ですね。これはね、やっぱ食べたいのよ。いいんじゃない、やっぱサーモンめっちゃ好きなんだなと思うよね。改めて見てこれも山盛り乗ってたね。ごめんね、みんな改めてもう知ってると思うんだけどさ、コストコって本当に最高だよね。私ドサンコで北海道で自分の地元の近くにさコストコなかったからさ、上京してきてからの夢だったから嬉しい。で続いてこちら 1.5 倍ミートボール。あ、こういう感じなんだ。しかも結構大きいわ、やっぱ。温めないでも食べれるって、まあ、加工済みだからか。これが10袋買った。すごーい。まあおかず作るのめんどくさい時いいよね、これね。なんか冷凍食品とかもすごい充実してるんですね。面白い。結構食べ物が多いかも。チキンケサディーヤ、チキンケサディーヤ、チキンケサディーヤ。赤いトマトっぽいソースのペーストとアボカドのペーストがある。これはトルティーヤだね。トルティーヤ生地買おうと思ったんだけど、まさかのこれもう出来合いのやつだったから買っちゃった。これも楽しみ。これちょっとサーモンのような気ます。そして私この間も買ったよね、これ。はぁ、嬉しい。ようこそ。マジいい匂いなんだけど。これはまあなんかラップでちょっとずつ保存するか。嬉しいな、これ夢だよね。ちなみにパンはね、買わなかった。パンちょっと小麦、私ちょっと肌今ブツブツできちゃいそうだからさ、パンね、めっちゃ気になったのよ。やっぱコストコといえばパンじゃんって思う気持ちを抑えてこの近くにあったドーナツを買いました。いちごとなんかシュガーと、あとチョコ、ホワイトチョコとチョコレートの感じ、ブツブツチョコレート。パーティーじゃん。なんかさ、パーティーだよね、マジで。コストコのご飯って、だからワクワクするんだよね、きっとね。はい、で続きましてこれ、もういいよ言って、パーティーじゃんねえ。コストコ行って買いすぎて、もうパーティーじゃんなんて言っちゃダメなんだぜ。パーティーちゃんとかかってるなぁなんて思って、このマークしちゃダメなんだぜ。ポーズ間違ってるかもしれないなぁって不安になりながらやっちゃダメなんだぜ。うわ、うまそう。マッシュルームさ、やばい、分厚すぎ、二等分やん、もうほぼ。タコも入ってる、タコうまそう。で続きまして、もう私の大好物といえば分かりますよね、何か。せーの、こちらです。ね、やってない、びっくり。せーの、こちらです。胸肉です、桜鶏のね。もう本当にありがとう、鳥さんありがとう、皆さん食材さん本当に命をありがとうという気持ちでいただきます。結局鳥が一番使うんですよ。でね、やっぱりこうちょっと仮眠したい時とかこうやってね、ちょっとひんやりしてて夏場もいいんじゃない。マジで気持ちいいわ。ちょっと花粉で目がさむくんでるからめっちゃ気持ちいいんだよね今。あー気持ちいい。ね、これ寝れるよね、やっぱこういう使い道あるからいいよね。みんなコストコで何買うの、いつも。家族連れ送った、お母さん連れてってあげた、今度お母さん今度連れてくる、おばあちゃんもし東京来たら行こう。兄ちゃん元気、兄ちゃん何してんの今。
兄ちゃん、兄ちゃんも行こう。お父さん、見てる見てる。胸肉は4パック入ってて、1パックにこう2つずつぐらいかな、2切れずつぐらい入ってる。1608円。で、お肉で言うとタンも買いました。5000円もしたのこれ。ちょっと待って、やってるわ。何も見ないで買ってた。タンたっけ、やば、タンたっけ、やらかしてるわ。結構家計費の車だこれ、やばいぞ。カレーパン買いました。美味しそう。でかすぎる、食べれないけど、これオーブンに温めたらめっちゃ良そうじゃないと思って買いました。包丁と、続きまして唐辛子ツナ。韓国売り上げナンバーなんだって。すげえ、本当にドンモンって書いてる。これ初めて食べる。ツナだけじゃ確かに味気ないから、でもこれだったら味付けしないのに入ってる。やっと。で、これを買ったのよ。スンドゥブチゲの素。ねえ、こんなレシピあんの。スンドゥブ丼ってある。めっちゃ美味しそう。パスタとかもできる。これ何袋入ってるんですか。8パックも入ってる。助かるね。こないださ、TGC があったんだけどさ、そう、聞いてよ !TGC までにさ、私ダイエットするって決めたんだけどさ、結局5キロ痩せれた。パーソナルして、で、たまに自分でジム行って、まあ、本当にほぼだった。たまにだけど。で、あとご飯は、揚げ物と丼とかも本当にやめてた。あとはね、リンゴ酢飲んでんのよ、めっちゃ。リンゴ酢めっちゃ体脂肪減らせるっていうやつを見たので、私はそれを信じてるんだけど、諸説あるから全然信じなくてもいいんだけど、リンゴ酢飲んでお腹すいたら、あとトマト食べてた。トマト食べて、トマトもネギと味噌を混ぜたのやつを乗せて食べたりすると味が濃いから飽きない。あとキャベツにもネギと味噌を合わせたのつけたりとか、あとわさび味噌とかつけて食べたりとか。私キャベツ食べるの知ってるでしょ、みんな。知らなかったらごめんね。キャベツ食べんのよ、私めちゃくちゃ。だからご飯の代わりにキャベツ食べたりとかしたり、あとお腹すいたらオールブラウン、茶色のリッチショコラみたいなやつと、牛乳はちょっとやめてくださいってパーソナルの人が言われたから、わかりましたって言って、それでヨーグルトとか、あと低脂肪の牛乳たまに飲んだりとかしてた。やっぱ飲みたい時は、やっぱ消費する量ってあるらしくて、人間の体にその量を、食べてる量より消費してる量を大きく大きくするのを心がけましょうみたいな。やっぱ運動したらそういうのも増えるからさ、じゃあちょっと食べようかなって。で、プロテインも飲もうかなって。で、なんか運動した後はホエイプロテインがいいけど、運動する以外の時はソイプロテインとかがいいですよって言われて、じゃあどっちも買ってみようかなって。ソイプロテインはなんかね、あ、そう、ハニーラテ味とか買ったりした。アマゾンでね、で、見せられて出てきた。運動した後のプロテインは、あの、コアラさんと、私の超新塾、いなくなっちゃったコアラさんのプロデュースしてるの。フルーツミックスジュース味を飲んだりしてるっていう話をして、ご苦労させたよ。めっちゃ良かった。それ何ヶ月なのに、1ヶ月ぐらい、多分本腰入れたのは1ヶ月ぐらいだったんですけど。で、最後の1日はロケがあって、どうしても食べなきゃいけなかったから、それ食べたんだけど、でも絶対減ってないかなと思って、朝測ったらちゃんと減ってた。やっぱ気をつけてたら変わるんだねっていう話です。で、無事5キロ痩せて TGC が終わりました。2つのステージ出させてもらったんだよ。私夢みたいだったからさ、この YouTube 始めた時も本当に TGC 出たかったからさ、すごい嬉しかった。でもやっぱり並ぶとすごい恐縮で申し訳ないから、本当にデブだなってめっちゃ思っちゃった。まあ自分がこの体型なのはさ、すごく強みな時もあるし、すごく嫌になる時もあるから、まあこれって人間だからさ、波があるよね。普通に今私この体型で最高ってなってる時もあるし、私マジやばい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 、みんな細い細い、やばい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 、無理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 ってなる時ももちろんあるって感じの中で生きてるって感じです。感動でこんないっぱい買っちゃったのかな。これとセットで、この横にこの絹豆腐の 150g か12個入ってるんだって。こういう感じになってんだ。へえ、いいねいいねいいね。え、嬉しい。じゃあこれを買ったので、これでスンドゥブチゲ作ろうと思います。楽しみでーすって感じでしょ。で、あとお米を買いました。お米は無洗米。私はちょっと無洗米なのよ最近はね。このでもこの4年ぐらいずっと無洗米かもしれない。やっぱ楽なんだよね。無洗米買いました。コシヒカリブレンドだって。買ったんですけど、もう袋がね、あの帰ってくる時に私が多分どっか引っ掛けて開いちゃって、米が飛び出してきた。はい、これ米がね、米ない？
米は2898円です。これめっちゃ楽しみ。もずくスープ、マンチョー。あ、そう、もずくも食べてたの、動き出した時に。もずくと納豆いいんだって。だからそれお腹すいたら食べてたよ。美味しかったからこれも気になって買っちゃった。あったかいもずくはいいよね、やっぱね。体冷やさない方がいいらしいね、やっぱね。って思うけど、私はやっぱ冷たいの飲んじゃう。やっぱ、なんか、言い過ぎ。もずくスープはですね、15袋入りで978円です。めっちゃいいやん。これ小腹空いたら食べるからいいな。で、あ、これもめっちゃいいなと思ったの。なんでこんな、めんどくさい食べ物を、こんな簡単に作ってくれたんだ。食べるの下手くそか。若漏れ2298円。これ何個入ってんの？16パックだ。16パック入って2298って安くない？もう感覚バグり始めた。コストコに行って行きまちてたらーん、イエーイ。これもう本当に楽だって。野菜とお肉ぶち込んでこれ入れたらいいんだもん。もう変な雑な味見とか、そういう、あ、自分この味付けでよかったなとかいう概念をぶち壊してくれるから大好きなやつ。アソートパックのワクワク感があるからいいよね、やっぱコストコって。あと大好きビビゴのビビンバの素。ビビンバの素初めて。ヤンニョムとかマンギューとかは食べてたけど、ビビゴ見たらさ、なんかやっぱりちょっとパクソジュン思い出しちゃうよね。あとバター、バー、うちのお母さんバターのことバーっていう。姉ちゃん、バー持ってきてくださいとか言うんだけど、バー、これチューブだからめっちゃ簡単なやつ。ねえねえ、いつも3分の1って書いてるけどさ、あ、そういうことなんだ。原料、油脂、中、あ、バターを3分の1、植物油を3分の2使用してます。ほぼ油だね。初めて買ったウィーパー。今日も作っていくよ。はじめをしてウィーパー入れてったっていう、あのお弁当枠の人たちが大好きなので、私はあのウィーパーを買いました。隠し味にウィーパー絶対入れるっていう感じもすごい好きなので、ウィーパー 1kg もあって998円、1000円切るなんてお得だね。いつもありがとう。見てらっしゃい。見てるんです、いつも。大好き。伝わるかな、この方のものまね。続きまして、インドの味濃縮カレーペースト。よくない？これ、もうお湯で煮詰めて、あとお肉入れるだけでできる。これは939円だって。まあ1個400円ぐらい、全然いいよね。 2,3 人前だって。あ、もうお肉あればいいんだ。お肉か、あ、買ったから。めちゃくちゃタンのカレーもできる。で、あと瓶ね、瓶物。これ七味なめたけ、栗がっこタルタルを買いました。これはいい感じだね。で、最後こちらでございます。タラン、バリラペーストジェノベーゼ。これパスタとかに良さそうだなと思って買った。ねえ、髪の毛大丈夫？パスタだけじゃなくトーストやチキンなのにもあって、あ、チキンにもいいんだ。 190g が3つ入ってる。これはジェノベーゼ1480円です。 100% イタリア産のバジルとパルミジャーノレッチャーノを使用した本場イタリアのペーストジェノベーゼ。だからチーズ入ってるんだね。保存料、着色料、化学調味料、不使用。めっちゃ体にいいやん。パスタ作ってみよう。トマトまだあるから。まあ、満足。って感じのラインナップを買ってみました。やっぱこれが衝撃的。5000円すんだよ !5000 円のタン買っちゃったよ。ちょっとね、いや、後悔じゃないんだけど、ビビってんね。見ろよ、値段。もうタンだ、タンだ、楽しげタンよねっていう、アホやった、もうこの概念に負けたのが悔しい。いや、絶対でもね、コストコお得ですよ、きっとね。はい。まあ、そうですね、皆さん散々お伝えしてるのかもしれないんですけど、あの、もしよかったら私にもおすすめ教えてください。私が、このラインナップの私が、姉ちゃん、これ買ってないのおかしくない？っていうのがもしあったらぜひ教えていただけたら嬉しいです。ということで、来月ですね、4月1日にイベントがありますので、詳細も続々発表になっていきますので、皆さんお楽しみによろしくお願いします。ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。生で会えますので、4年ぶりだね。4年ぶりに生で会う、あの、イベントしようと思ってますので、ぜひ、あの、振るってご応募くださいませ。よろしくお願いします。では、おやすみなさい。また、あ、今日今から起きて頑張る人、応援してます。
という感じでございました。丸山からサチパウダー、今日も一日ありがとう自分、ありがとう手箱の言葉、今日も自分ありがとうな。 HLSPD ハッピーラッキーラブスマイルピーストリーム、これ唱えて考えてます。アンミカでした。逆のインミカさんは、ほんま私みたいなのが生きててすいません、辛いです、苦しいです、悲しいですっていうのを新しい鍵のコントでやらせてもらった時もありました。お楽しみに。新しい鍵、最近さ、ごめんね話続くんだけど、新海誠作品にすごい浸ってるというか、新海誠さんの作品のセリフとかいっぱい言っちゃう、全部そっちに持ってきがちの新海誠ちゃんっていうキャラクターがいるんだけど、そのコントやらせてもらってて3回4回ぐらいやったのかな。新海誠監督がなんと見てくれたんです、それを。ありがとうございます。でツイッターでいつも感想を書いてくれたりして、もう嬉しくてフォローもしてくださって、ツイッターを私のこと、もう本当に嬉しくて DM しちゃって、ありがとうございますでしたら、もうスタッフ一度笑っていますよっていうふうに言ってくださって、なんて生きててよかったんだろう。出たかったコント番組に出れて、憧れの人に見ていただいて、もうこれ以上ない幸せでございます。でブレイキングダウンのモノマネもさせてもらったんですね、青山愛理さんのモノマネ。あたしさ、イライラしてんだ。え、やらせよね、これやらせ。こっちさ喧嘩しに来てんだ、ただでさえ生理前なんだしさっていう青山愛理さんのモノマネもやらせてもらいました。ブレイキングダウン、モノマネブレイキングダウンっていう企画があって、動画上がってるのでぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。私のムチムチしすぎた体が、もうとんでもない、なんか謎の層にぶっ刺さる私のムチムチした体がいっぱい出ております。よろしくお願いします。では丸山からは以上です。今日皆さん見てくれてありがとうございました。じゃあね、サチパウダー、コストコご飯楽しみます。